おい、ちょっと待って、お前ら、女子の前だから、お前ら行きんな、マジ。ちょ、おい、お前、やばい、やばい、ボールまでリフティングだから、当たり前だ。ちょ、出せ、おい、出せ、来た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 、えい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 え面白くしたんや、試合を。ちょ、お前ら、いや、もう、お前、あっちに女子おるからって、お前さ、あんまもういいとこ見せんねん。俺は、あえて、女子、見てた時は、なんか、あの、なんていうの、あの、女子にさ、うまいやつ見せると、あれダメやん。だから、あえて外した。さあ、ダニエル選手の得点で2対0となっております。ダニエル選手、おっと、ここで、ああ、ボールがスタジアムの中に入ってしまいました。ということで今主審が止めています。さあ、2対0。ダニエル選手の2得点でウンパルンパ FC がリードしています。さあ、現在後半15分。おっと、ここは少し抗議をしているでしょうか。あ、しっかり、時間は止めていると、主審がアピールをしています。さあ、どうなるか。この後、どのような展開になっていくのでしょうか。